次は向こう町。
吉田本島本です。それじゃ進行後右側です。先ほどにご注意ください。島本です。
島本です。発車。
しました。各駅停車の神戸弁西明石行きです。すいません。どうぞでは本会時代になってしまった際は、ちょっとご注意ください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。通常座席では携帯電話の電源をお持ちください。お願いしましたよ。
次はツイッターで、ごみの際は仕事にご注意ください。
電車と本来大丈夫になってます。
Thank you.
神戸明石方面を移するお客様は三河は五番の岩で新快速電車の阿部市行き19時30分の電車をご利用ください。この電車は先に発車いたします。電車は串明石行きです。携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の電話を使っていただきますよ。
甲子園口で袖茶市高校右側に入りました。甲子園口駅ではバリアフリー開放できません。階段が甲子園口です。袖茶市高校右側です。噂の内容ください。足元にご注意ください。甲子園口です。甲子園口です。噂ないようください。まもなく下で達成しました。次は西の
東国です。次は芦屋です。次は新高校左側です。芦屋から三宮神戸赤い商業に進んでいきます。しっかり復元車を新規は大丈夫か。今は鳥取までお待ちください。次は芦屋です。Thank you.
帯電話のご使用についてお願いいたします。優先座席では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご利用いただきますようご協力をお願いいたします。ではこのようコーナー山手に到着です。それじゃあ進行方向右側です。お座りください。コーナー山手です。お願いします。ドアにご注意ください。次は設問山です。降りた際は足元にご注意ください。本名一覧に向かっています。それは実施方向です。Thank you.
今から普通西明石行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。
します。7で。三宮です。三宮出ますと元町、神戸、兵庫、新七田、高取の順に行ったところに三宮から明石、西山、下小屋を移動です。新幹線電車、満車区域は20時7分で着きましたも同じ国会が4番で画面しからお待ちください。満身電車、阪急電車、地下鉄、ベストドライナー、急に客様の2階です。宮です。それじゃ新高校左側です。三宮です。明石、西山、下小屋、姫路を移するお客様、新快速列車同じ分配が4番手までお待ちください。
が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お電車は各駅に止まります。西明石行きです。次は兵庫です。兵庫、品川、高槻、須磨、海浜公園、須磨、塩屋、鳴海、須磨、伊勢、明石の順に進まれている回線に止まる。携帯電話のご使用についてお願いいたします。優先座席では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定しており、必要はご利用いただきますようご協力をお願いいたします。次は兵庫です。
鷹取に到着です。それでは新方向右側です。鷹取です。まもなく須磨海浜公園です。それでは進行方向右側です。どうぞ。ないまもなく須磨に到着です。それじゃ進行方向右側です。座ってお待ちください。須磨到着前発車際電車再利用金庫でます。ご注意ください。須磨から大分前バカシューさせてください。電車ご使用が着きましたほうが大丈夫。1番乗りは進行方向右側須磨に到着。須磨快速電車発車待ちのため止まります。しばらくお待ちください。スマートナイユください。私は後に発車いたします。各駅停車の西明石駅です。
たる前ばかし用意するお客様、快速電車おげるお客様、新木屋深井川2番線場からしばらくお待ちします。まもなく向かい側2番乗り場に快速電車があります。あるいは前か赤石のお客様、向かい側に快速電車を乗ります。この電車は後に乗車です。各駅停車西明石駅です。西明石行きです。電車が揺れます。
なるみたいな。発車です。マイコです。Thank you.
朝霧です。それでは際は足元にご注意ください。座さないでください。一応進行コピー側で座さないでください。明石です。
は終点の西明石です。お忘れ物ないようにしてください。上りのホーム4番乗りは電車新幹線右側です。終点西明石からの連絡をご案内いたします。大久保、大住、土山、東方向に停車は各駅停車は乗り換え口へお越しください。次は終点の西明石です。お忘れ物ないようお支度ください。西明石終点です。車内に忘れないようにください。上りのホーム4番乗りはお出口は新高校右側です。忘れないようにください。西明石から加工は姫路を通過様新幹線車内を立って2番乗り場へお越しください。北方大津土山東加工へお越しのお客様各駅停車は欲しいようにしてください。6番乗り場へお越しください。まもなく電車が最近キングで待ちお越しください。歩くのも大丈夫。